おはようございます。本日は2021年の6月の27日日曜日、時刻は14時15分。ここは小泉駅です。なんでこんなところに寝るかって言いますとね、バイトの面接があったからです。まあ引っ越しのバイトをしたんですけどね、なんとね出勤時間7時半からですよ。これ結構早くないですか？7時半から13時半までだったかな。列車に乗る時間がありますよね。タクシーかするとね、まあ大体1時間ぐらいかかるわけなんですけどね、なんと6時18分発の列車のないとちょっとアウトなんですよね。多分ね5時半くらいに起きないとちょっとやばいですね。でも早起きですよ。早起きは体にいいと言いますし、まあ早起きは三毛の徳と言いますしね、まあそれはそれでいいんではないかなと思うんです。まあ週1ですかね。まあ多分なんとかなると思います。まあそのバイトの帰りなんですけどね、14時26分のね、多治見行きの列車によってちょっと大回りで帰っていきたいなと思います。普通に行ってもねちょっとつまんないんでね、そうします。ちょっとね、14時26分から確か14時31分に多治見駅に着くんですけど、そこからね34分に信濃が出るんですよね。それに乗りたいんですよね。ワイドビューチャイムにちょっと聞いてみたいんですよね。どうしようかな。3分、ちょっとかけますかね。有席特急券をかけますか。まあとりあえず乗りますか。760円、自由席課金しますか。さて、長々と話して申し訳ありません。駅舎はこんな感じで、坂上駅とどこかに出るような感じがします。本当は動画にしたかったんですけど、ちょっとね近くにね人がおったんでやめました。参考までに坂上駅の駅舎の様子です。違う点といえば、小泉駅は東海交通事業の職員さんが業務を担当するといった感じでしょうか。対して坂上駅は無人駅となっております。駅舎の中はこんな感じ、結構広々としております。列車を待つのは苦ではありませんね。まあこれは個人的に思ったことですが、さて列車が発車する1分前となりました。ではこのスイカで帰っていきたいと思います。なぜスイカで入ったのかは後ほど説明いたしましょう。今25分です。あと1分で発車です。まあ1分ならなんとかなりますよね。皆さんにもお見せしたようにこのスイカで入りました、500円です。とりあえずね真ん中でね特急料金を払うことを前提としてこのスイカで入りました。ではねよろしくお願いします。やってきました列車キハ75、2両編成か、ワンマンですよ。多治見駅に到着です。あの、ね、特急券買おうとしたんですけど、あの駅員さんに聞いてもね買えないから車内で生産してくださいって言われました。ちょっと残念です。多分ここで大丈夫なはず。なんと多治見の次千種というね、めちゃくちゃに停車駅が絞ってあります。千種の次名古屋ですよ。特急信濃がやってきました。でも一回乗ってみたかったんですよね、多治見から名古屋まで。なんとまだ多治見から名古屋間ね特急信濃乗ったことがないんですよね。快速出てるからまあそっち行こうかなっていう感じなんですよね。まあ特急が1時間に1本しか走っていないっていうのもあるんですけどね。さて扉が開いたので私も乗っていきましょう。予想はしていましたが先頭車両には人がおりました。なるべく前方の景色を見たいんで近くの席を選びました。特急信濃は2度目の乗車となります。初めて乗ったのは小泉間中津川ですね。その時は指定席を利用しました。なので今回は初の自由席乗車となります。今皆さんにもお見せしたようにリクライニングはねこんな感じなんですよね。こんな感じと言っても分かりませんよね。でも画面に出しておりますから大丈夫ですかね。個人的にはね名鉄の特別車よりも JR 東海の車両の方が結構通れるように思いましたね。ただし特急信濃には Wi-Fi もコンセントもないので、そういう面から言いますと名鉄の方がいいのかもしれませんね。名鉄特別車にはコンセントはありませんが Wi-Fi はあります。特急ひたには Wi-Fi サービスありますが非電化というのが悩ましいところであります。まあ高山線が非電化なんで仕方がありません。私はねコンセントも Wi-Fi も完備しております。 E353 系の特急暑さ開始なのでスカイティ列車両がお気に入りですね。見た目がかっこいいからっていうのもあるんですけどね、まあその話は置いといておきましょう。今だ特急暑さ乗ってみたいものです。フットレストもあります。こんな感じとなっております。ご乗車ありがとうございます。特急信濃12号名古屋駅です。次は千種です。列車は構造時期を通過したあたりでしょうか。多分そのあたりで撮影したような気がするんですけどね。特急券を買いました。車内で買いましたので、このようにペラペラとなっております。車内で買うと料金高くなるかと思っておりましたが、通常ですね、乗車する前に買っても760円、車内で買っても760円です。急にね、特急に乗りたくなっても安心ですね。あ、でも現金しか使えないのがちょっと残念でありますね。やはり乗車する前に買った方がいいものです。さて、紹介をくれました。上空線の列車を見ることができました。さっきから映像と解説のタイミングが悪くて本当に申し訳ありません。ここは大曽根駅だったかな。大曽根駅を通過していいところです。大曽根駅は名鉄瀬戸線、市営地下鉄名城線と乗り換えられる駅となっております。結構たくさんの人がおりましたね。大曽根駅を通過したら次は千種です。千種に停まります。千種は市営地下鉄の東山線に乗り換えられます。千種出ますと次は終点名古屋です。
辺り車畜崎を発車したところです。結構ね、本当にね、たくさんの人がおりました。ちょっと話させてください。畜崎から名古屋までの自由席特急券は、ESA 自由席の特急料金は、なんと760円です。多治見から名古屋までは760円なんで、いかに高いのか分かっていただけるでしょう。ちょっといろいろと調べてみたんですが、千種から名古屋は私有地下鉄の東早稲の方が早いらしいんですよね。1分だけ料金は240円で、 JR は200円なんですよね。所要時間は JR11分、特急の場合9分、地下鉄10分となっております。まあやっぱり JR のを使いますかね、名古屋までだったら。千種から名古屋は快速の方がいいですよね。爆音の警笛になりました。ここは金山駅です。金山駅にも一部の特急シナノが止まれるんですが、おなじみ特急料金760円です。結構近いのに本当に恐ろしいものです。特急に乗っても名古屋から金山間は1分しかかかりません。ですので名古屋から金山間で特急シナノを利用する人はまずいないと思われます。ついでに言っておきますと、金山に停車する特急シナノは上下合わせて5本だったかな。まあね、金山から名古屋だったらさね、名鉄とか JR 東海道本線とかありますからね。まさかの名古屋から金山まで地下鉄はないと思うんですけど、どうなんでしょうか。ふと思ったんですが、地下鉄のフリーキップだったらありえそうですね。ほんで何話してたんですっけ。あ、そうそう、結論から言いますと、特急シナノに乗るときは多治見から名古屋までがおすすめですね。やっぱもちろん中津川、塩尻、松本、長野などに行かれる方は特急シナノが一番ですよ。長野から名古屋まで行くと中央線経路が早いようです。特急シナノはだいたい3時間、新幹線利用だと3時間半から4時間はかかるようです。人生はそのワイドビューチャイムを聞くことができたのは良かったんですが、動画に残すことはできませんでした。なんと悔しいです、本当に。撮るタイミングとしましては、このように明治村の出かけは名鉄でという看板があるんで、そこが目印だと思われます。名古屋行きはね、名古屋発だと最初から撮るのが一番ですね。ワイドビューチャイムに関してはこんな感じでしょうか。名古屋ステーションに到着です。ここは東海道線に乗り換えです。まあ、とりあえず乗っていきますか。さて今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、つまらないなと思ったら低評価してください。チャンネル登録していただけると動画の励みとなります。よろしくお願いします。 Thank you for watching. So stay